今回はステンレス魔法瓶サーバーを搭載した象印の全自動コーヒーメーカーを紹介いたします。それでは早速使ってみましょう。ご存知の方も多いと思いますが、コーヒー豆を挽くとすぐに酸化が始まりますので、香りや風味が失われていきます。挽くためにはミルなどが必要になるんですが、キッチンで場所を取りますし、わざわざ買うのもなという方も多いですよね。そこでおすすめなのが象印の全自動コーヒーメーカー。なんとコーヒーと水を入れるだけで挽きたてのコーヒーが手軽に楽しめるんです。まずはコーヒー豆をミルケースに入れます。そしてタンクに水を入れてセットします。ちなみに最大4杯分のコーヒーが一度に抽出できます。あとはお好みの濃さを選択してスタートボタンを押すだけ。これでコーヒー豆を挽くところから抽出まで全自動でやってくれちゃいます。しかも水の経路をしっかり予熱してさらに2回温めるダブル加熱によって95度の高温抽出が可能に。ドリッパー部分は熱を逃がさない構造になっているので、より本格的な味わいを実現。1杯分なら約4分、4杯分なら約8分で完成です。それではいただきます。香りがいいですね。やっぱり高温で抽出してる分、口当たりがすごく優しいですね。さらに象印といえば魔法瓶。その魔法瓶構造をコーヒーサーバーに採用しました。ガラスタイプですと加熱が必要になりますので、どうしてもコーヒーが煮詰まって味が落ちてしまいがちです。そこで魔法瓶構造のサーバーにすることで、ヒーターを使わずに保温、煮詰まりを抑えて入れたての美味しさがキープできるんです。さらに電気を使わない分、省エネにもなりますよ。またコーヒーカップやお手持ちのステンレスマグに直接抽出できます。美味しいコーヒーを外出先でも楽しめるのは嬉しいですよね。コーヒーメーカーで面倒なのがお手入れですよね。でも象印のコーヒーメーカーなら安心です。ミルケース内部についたコーヒーの粉を抽出時のお湯で自動的に流す自動洗浄を搭載。また水タンクやミルケース、ドリッパー部分は取り外して丸洗いが可能なので、お手入れも楽々です。毎日手軽に美味しい挽きたてのコーヒーが楽しめる象印の全自動コーヒーメーカー、ぜひこの機会にご検討お願いします。